レオポール・セダール・サンゴールは、セネガル共和国の政治家。初代大統領を務め、一方で詩人としても活躍した。セネガルのティエス・シューンブール県女ある村で生まれる。フランス留学中に起こった第二次世界大戦では、フランス軍に志願して入隊した。捕虜を経験した後、釈放後も、レジスタンスと協力して、後の普通大統領ジョルジュ・ポンピズと親交を深めている。また、 フランス語詩人としても著名であり、サンゴールの詩は広く称賛されるとともにサンゴールはアフリカ出身で初めてアカデミーフランセーズ会員にもなった。1968年にドイツ書籍協会平和賞、1975年にストルガ氏のユーベキン勘賞、1978年に血のデル・ドゥーカ世界賞を受賞し、さらにセネガル国家の歌詞も書いている。 サンゴールも1930年代から1940年代には、マルティニークのエメ・セゼルと共に、ネグリチュード運動を牽引した。独立後もサンゴールは、対外的に、アフリカ社会主義政策を、対外的には、モンロビアグループの指導者として、親欧米政策、新仏政策を取り、チュニジアの初代大統領のハビーブ・ブルギーバや、ニジェールの初代大統領のアマニ・ディオリなどと共に、 フランコフォニー国際機関の設立に尽力した。レオポール・セダール・サンゴール国際空港、レオポール・セダール・サンゴール協議場、レオポール・セダール・サンゴール協は、サンゴールの名にちなんで命名されたものである。2001年12月20日、カルバドス県ベルソンにて死去した。去年95歳。ありがとうございます。